ビンコムメガモールタイムズシティに来てます、はい、ちょうどタイムズシティの3テーバーね、T3 とここですね、はい、ここの、オーナーさん、買われたオーナーさんがいましてね、部屋を貸したいんですということなので、どんな部屋か今取りに来ました、はい。まあ、こんな感じで中庭というかね、公園があって、1階にビンマートがあったりね、こういう店があって、このタクシー止まりって言いますか、こういうところ、はい、お互い、2棟に1つ向かい合うようにこう立ってるわけですよね。こちらが T の4ですね、はい、で今回ご紹介するのは、T の3、はい、なので、まあ、ここで探されてる方が最近多いんでね、はい、どんな部屋かちょっと、ご紹介します。2ベッドルームで 97.5 平米ぐらいの2ベッドルームの部屋です。はい、まあ、新築というわけではないですけどもね、もうだいぶ時間は経ってますけども、まあ、でも、まあ、広くてね、安い、タイムズシティなんで、ご紹介できます。1階にKマートがあるんでね、野菜とか果物とかも新鮮で、で、ビンマートも野菜にはね、今すごく力を入れてますので、新鮮な安全な野菜を提供するということで、ビングループが力を入れてやってる、そういう小売事業ですね。はい、じゃあT3 の部屋、6階の低層階になりますので、はい、そこの部屋を今からご紹介します。じゃあ部屋の中ですね、撮っていきます。ちょっとまだね、今住んでらっしゃるというか、オーナーさんの荷物があって、ちょっとこのごちゃごちゃしてますけど、全部きれいに、はい、整理しますね。入り口入ってこんな感じです。要は開けてすぐにリビングが見えてしまうっていう間取りではないですよね。ちょっと廊下があって、で右に曲がらされたその先に、まずはキッチン、まずはキッチンですね。 L 字型の使いやすいキッチンがあって、でこのキッチンの先にドーンとリビングがあると、はい、こんな間取りです。で2ベッドルームですね、 97.5 平米の2ベッドルームですね、はい。ちょっと住んでる、ね、方の壁がちょっとこうやって剥がれたりしますけど、こういうのは全部きれいに塗装しますから大丈夫です。で6階部分なんでね、まあ、こんな感じです。目の前の下がテニスコートで、お向かいにはまた塔が、タイムズシティの塔がこう立ってますよね、はい、こういう、立地ですよね、はい、どうでしょうかね、はい。で今はちょうど寒い時期なんですけども、エアコンが、暖房が効いてとても暖かいですね。天井もまあまあで、ライトも明るくて、で、まあ、ちょっとテレビ台がね、ちょうどこの横幅に合わせて作ってるのかな。そうですね、横幅に合わせてきちっとテレビ台で、ここに、ソニーのテレビがあると、はい、これがメインベッドルームですね。もう一度ちょっとキッチン撮っておきましょうか。キッチン、はい、細かいところ行きましょうかね、まあ、ライスクッカーとかこういったティファールみたいなやつとか、パン焼き器で、下にはエレクトラックスの、マイクロウェーブで、二口のキッチンシンク、この辺は、まあ、大丈夫ですね。まあ、日本から持ってきてらっしゃいますね、これね。ああいう変圧器を使ってね、変圧器を通してやってますから、まあ、これは持っていかれるかもしれません。すいません、ちょっと分かんないですね。はい、で、これは、まあ、表面が熱くなるタイプかな、IH ではないのかな、ちょっと確認します。四つ口の、クッキングヒーターがあって、まあ、こういった棚があってね、はい、L 字型なんで、まあ、カウンターにはなってませんけどもね。で、三菱の冷蔵庫と、はい、がついてます、はい。じゃあ、ベッドルームの方に行きましょうかね。ベッドルーム、はい、ここに2つあります。右側と左側、こちらがメインベッドルームですね。こちらがメインベッドルーム、はい。まあちょっと色がね、赤くなってたりしてますけど、まあ、この辺は調整はできるかなと。で今さくらちゃんっていうね、これここのオーナーさん、実は日本人の方がね、旦那さんで、奥さんはもうベトナム人なんですが、お子さんもね、名前がさくらちゃんで、日本語ペラペラで、日本で生活をねもうされることになったので、まあ、もったいないんでね、貸したいんですっていう、そういうオーナーさん、とても優しいオーナーさんです。はい、ここにも壁掛け型のエアコン 2way ですね、まあ、この辺の子供さんの机はもちろん撤去してもらいます。はい、で外はこうくるくる回して2つのレーンでね、物干しが上げ下げ
できるやつ、ロープなんかを使ってね、ちょっととりあえず危ないんで、はい、帽子、転落防止のロープもつけてらっしゃいます。はい、でメインベッドルームなんでね、メインベッドルームに通じるバスルーム、東芝さんですけども、パナソニックですけども、ウォシュレット、ヒップウォッシャーがちゃんとついてると。でグラスシャワーがついてて、でここに、乾燥機能付きの洗濯機エレクトラックスを入れてると、はい、こういう設計配置ですよね。で、いいところにこうトイレットペーパーのロールがあって、でイナックスの洗面台ですね。はい、こんな感じです。これがメインベッドルームですね。でこの横にもう一つサブベッドルーム、ここですね。はい、こんな感じです。もうほとんどもうすぐもう日本に行かれるんでね、スーツケースで荷物をまとめてらっしゃいますが、ここはどうなってるのかな、ここもこんな感じですね。はいはいはい、まあビンマートがそこに見えてたりとか、まあ何せまあ1階にねいろんなお店があります。で今あそこに、ビンコムメガモールタイムズシティのドーム型のこう入り口があって、あそこからこう地下街にぐっと入っていくんですよね。はい、この地下にもたくさんいろんなお店があります。で一番向こうに薄く見えてるのが後にできたパークヒルですね。パークヒル、はい、こんなまあ立地ですよね。まあとても明るいですよね。明るいです。はい、なぜか扇風機がいっぱいありますけどもね。はい、ここにも壁掛け型でこういう明るい照明がついてると。はい、97.5 平米の2ベッドルームですね。はい、まあ、金額に関してはホームページにきっちりと掲載しますので、まずは間取り、まあ、広さ、感じですよねをちょっと確かめてください。こんな感じです。はい、玄関からねパッと見れないっていうところがいいですよね。で2ベッドルームなんで、2バスルーム、2トイレットです。でもう一つのトイレはこちらですね。こちらにあります。入り口入って、玄関が広いのがいいですよね。入り口入って、はい、ですぐまっすぐのところにゲスト用の、はい、洗面、ウォシュレット、ヒップウォッシャーでグラスシャワーがありますと。はい、両方ともヒップウォッシャーを2つともつけてらっしゃいますね。こういう設計です。はい、ちょっとまあ汚れてる部分もあります。実際に生活されていた方がいててもうチェックアウトをされたので、はい、なのでまあその後、直後なんでねちょっと汚れてますけども、きれいにクリーニングしてお引き渡しをします。壁もきれいに塗りますので、はい、それでいかがでしょうかねっていう感じですね。はい、6階なんで低層階、あんまり高いところは苦手でさっと下に降りる方がいいんだよという方もいらっしゃいます。そういう方であればちょうどいい部屋ではないでしょうかね。はい、ご夫婦連れ単身、もしくは小さなお子様1人でも大丈夫な広さ 97.5 平米の、タイムズシティの、2ベッドルームのお部屋です。